植物にも感情がある。どうも、一世です。今日はですね、久しぶりに、アグラオネマのメタリカちゃんですね。前回紹介したのいつかちょっと覚えてないんですけど、まあね、見ていただいたらわかるんですけど、メタリカってね、僕、前も育てたことあるんですけど、一度ね、やっぱり成長がね、他のアグラオネマと比べるとちょっとやや遅いのかなっていう感じで、それか、あんまりね、僕が育ててる環境にこう、どうも合ってないのか、どっちかわかんないんですけど、前育てた時もね、そんなになんか成長する速度っていうのが同じような感じで、まあちょっと遅かった気がするんですよね。そんな感じであんまりね動いてないんですけど、でもまあこんな感じでちょっとは大きくなってるかな。あ、そうだ、花つけたんですよね。花が2回ぐらい連続で出てきて取ったんですけどね、それを取ってからなんかちょっとぐずり出したのかな。やっぱあんまりこう動かなくなって、それまでは連続して葉っぱが出てきてたと思うんですけど、花がねついてからはちょっと成長が止まってる感じなんですよね。うん、一斉の動画。まあでもね、すごい綺麗でしょう、やっぱり。このね、やっぱ葉っぱの発色、黒光りする感じが、僕はね、やっぱメタリカすっごい好きで、下手したらね、アグラオネマの品種の中で、こいつがね、一番好きかもしれないなっていうぐらい、昔から好きなんですよ。もちろんね、ピクタムも好きだし、映画のレオンで有名なね、僕がアグラオネマを知ることになった、きっかけになったカーティシとかも、もうめちゃくちゃ好きなんですけど、それとね、まあ同じぐらいっていうか、もうこのメタリカもすっごい好きなんですよ。このね、だって黒光りする感じめちゃめちゃかっこよくないですか？これなんか独特じゃないですか、この黒っぽい緑色。そもそもこれだってパッと見アグラオネマって思わないっていうか、この丸みを帯びててギザギザなんですけど、このソリッドな感じっていうか、この特徴あるね感じがもうたまんないんですよね。めちゃくちゃ好きだなっていう感じです。うん、ちょっとね、せっかくなんで上からお見せしますね。あ、でもやっぱり成長してるな。こうやって見るとね、前までは多分このカメラの中に完全に収まってたと思うんですけども、収まらなくなってるんで、これ多分葉っぱめちゃくちゃ増えてるな。頻繁には紹介してないから、なんかあんまり大きくなってないような気がしてたけど、多分前紹介した時よりかなり大きくなってるんじゃないかなと思いますね。うん。ちょっとね、今さっき全体的に植物にね、葉っぱにスプレーすごい振ったんで、水をね、シュッシュッシュッってやったんで、濡れちゃってるんですけど。一斉の動画。これね、詳しい人はね、もう普通にメタリカじゃんってなるかもしれないですけど、シルバークイーンとかああいう系しか知らない人からしたら、これ同じアグラオネマなんだって思うと思うんですよね。野生感というか、この葉っぱがね、結構硬いんですよ、これ。ソリッドなんですよ。まあ、それもね、やっぱなんか、かっこいいなと思ってて、ちょっと寄ってみましょうか。すごいでしょ？これですよ。いやー、メタリカいいな。ぜひね、メタリカ知らなかったって人はね、興味ある方はね、本当に、ちょっと一回育ててみてほしいなって思うね、アグラオネマですよ。成長はね、さっきも言いましたけど、僕の環境ではね、ピクタムとかと比べるとちょっと遅いかなって思いますね。まあ、もしかしたら環境が合えば成長するの早くなるのかもしれないんですけど、僕の環境ではね、成長はやや緩やかな感じがしてます。そんな感じです。一斉の動画。はい、そんな感じでね、久しぶりにこのメタリカちゃん紹介してみました。いやー、やっぱね、メタリカかっこいいですよ。どこまでこのメタリカって大きくなるかわかんないですけど、成長していくのをね、楽しみながら育てていきたいなと思ってます。僕ですね、ツイッターとインスタグラムもやってるんで、よろしければフォローの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。